で、ローリー・ストロードの家がね、このマップだと固有であるんですよ。だいたいもうこの位置も固定でここなんで、目印としてはストロードって看板があることと、このカボチャの置物があることね。うん、映画ハロウィンのキャラクターなんで、ハロウィンにちなんでカボチャが置いてあります。地下室があるうち2つのうち1つはここですんで、このマップだった場合、まあ余裕があるときにとりあえずここ地下があるかどうかだけは確認しておいた方がいいかなと。地下がなかったら全然ここでチェイスするのが強いんで、2階上がって右の方が屋根なんで、基本チェイスするとか、まあ1回隠れるときここで、で例えばスマートな着地持ってる場合は着地したら発動するんで、でもしキラーがここを乗り越えるモーションをしたのであれば普通にもうこっち逃げていいし、降りろ。はい。で、そこ降りた場合、まあ、1からでもいいし、こっちからでもいいんだけど、とりあえず建物の中に戻って、うん、上がって、もう乗り越えるモーションがそこから見えたら、普通にこう。これだけでも一定時間は稼げるんだよ。まあ、さすがに3回目とか通用しないんですけど。今回ちょっとな、形が悪い方だったから若干弱いんだけど、この窓ってもう開かないんかな。ここの窓開いてる時が異常に強いんだよな。マップランダムだからな、マップ、どこの窓っていうのは。基本的に固有のね、あの建物はチェイスする時に強い。どのマップにも一つ一つ固有があるんで、そこでぐるぐるできるようになったらだいぶチェイスの時間が伸びるのと、